日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。ちな、すき家のとろいチーズ牛丼とサラダ、スイーツ3種を食べたいと思います。これですね、先日ポケモンライブやった時にコメントこれ食べてくださいっていうリクエストをいただいたので今日食べてみたいと思います。どんな味なのかな、気になりますね。好きだって何です。月見すき焼き牛丼食べて以来なのでどんな味なのか気になります。ちょっとサラダとかもつけてますけどね。それではまずはサラダからいただきます。それでは、リクエストいただいたので食べてますけど、これ、想像している以上に美味しいですね。想像していた以上か。とろーりととろけるチーズと甘辛いお肉は相性バッチリだ。そしてサラダについてもシャキシャキしていてだし、そしたら言うと牛丼屋では珍しいスイーツもしっかり堪能。わわ、結構本格的な作りになってるな。これもっといろいろ食べてみたいけど今日はとりあえずここまでです。さてそれぞれの商品についての詳細なレビューはこの後お伝えしますね。ごちそうさまでした。最初に食べたサラダは野菜の食感がシャキシャキしてなおかつ水分がじゅわっと広がってくるみずみずしさもあって美味しかったです。朝一に食べるいやサラダとしては最高ですね。で続いてこちらトリプルチーズ牛丼はとろーりとグラタンの上に乗っているようにとろけたチーズと牛丼の甘辛い味付けがよく合っていて美味しい。これもまた美味しい。お肉とチーズの相性がいいのは今から言うまでもありませんが、丼で食べるのまた違いますね。でその次に食べたこちらのとろけすいませんこっち見せればよかったな。とろけるダブルショコラは上にショコラムースかな、その下にショコラソースがあってとろっと感じでこのパッケージが出てるプリンのような味わいをチョコレートだけで表現していてすごいと思いました。口の中でとろっと甘さが広がってちょっと苦みもあるのが言われてますね。でその一方のプリンは割とシンプルな味わいで口の中でスーッと溶けていって卵のコク旨味を引き出し広げてくれます。牛丼さんでそういうスイーツあるって珍しい気がします。で最後に飲んだ期間限定キャラメルカフェゼリーはかなり甘さ控えめで苦味が強いコーヒーゼリーがたっぷり中に詰まっている、朝一杯飲んで目を開けたい時に飲みたくなるようなスイーツです。だけど今回やっぱり一番美味しかったのはチーズのトロッと食感とお肉のまろやか甘辛さが相性抜群だったスピアのトリプルチーズ牛丼ですね。リクエストしてくださった方本当にありがとうございます。こうしてまたリクエストに答えていきたいと思いますので、何かありましたらコメントや X のコミュニティなどにお願いしますね。それでは今回食べたこちらのトリプルチーズ牛丼は5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただき動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録コメント高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。